こんにちは、コーチングアーツです。こんにちは、コーチングアーツです。よくわかる技の伝承、続けてまいります。だいぶ内容が序章から終章に飛んだり深いところに入ってきてますけどね、かといって1章2章、ね、3章という形で、きれいに進んでいって、根拠よく分かっていこうというよりもランダムにやってなんとなく認識が深まっていく方が私は有効だと思うので、あえて、バラバラに言っております。さあ、中でも終章の第4節のお話でございました。コーチングにおける創発能力にあたっての基盤として体幹能力が重要だということから話を起こしてました。その体幹の中に絶対、ね、ゼロ点問題、そして遠近問題で、今日のテーマであるところの続くテーマですか、であるところの気配問題、その実践のお話でございます。この一つ前の YouTube で体幹能力の中の気配の存在、ね、ありますよねとご説明しました。今日はここでその実践ですね。実際どうなの、この話をしていきましょう。この気配どうですか、ありますよね、いわゆる論理体系として、ね、気配能力を鍛えるんだっていう運用のされ方はしてないものの、我々の中にその認識ありますよね。いわゆるここにちょっと硬い言葉、教科書の言葉がありますけど、存在の認識、確かにある。そしてそれは自分で覚えるもんだ、ね、後ろからディフェンス来てるの分からんのかなんてよく言われる言葉、しっかり感じ取れなんて言いますよね。じゃあどうやってやれば感じ取れるようになるんだっていう話はでもないじゃないですか、そこを持って、自得、自らそれは覚えていくもんだ、練習の中でトレーニングの中で覚えていくもんだという扱い方はされてきています。それをもってこの気配、体幹能力、気配の体幹能力っていうのは確かにあるけども、それは自分で覚えるもんだというものとして我々は捉えてきています、じゃあそれでいいんじゃないかという考え方もありますけど、この運動学の場合はいやいや、それきちっと概念化して抽出して、それどうすればそれを発生させることができるのか、そういう扱い方をすればさらに、効果的な運動学習からトレーニングっていうのを作れるんじゃないか、そういう話でのことですから、こういう話になるわけです。じゃあこれがどういう現場での、実践性というか、重ねますけど、計画性、組織性全くないですよね。気配を感じるにあたって、それを計画的に組織的にそれを向上させるという話はないですよね。当然それは場当たり的だし、経験を積み重ねることによってそれは体得できるものだという扱われ方、計画性、組織性はなし、全て場当たり的で、経験集積のみの中で扱われる、テーマというか感性能力の現状であります。今もそうですね。それをもってこの運動学的な視点で言うと、発生分析、能力解明の不在、どうやってそれが芽生えてくるのか、でその能力って言って、さらに感じれるようになったとするならば、気配能力、気配体感能力をっていうのはどういうものなのか、そういうアプローチはありませんよねという確認です。こんな大事だけども取り扱われてないこと、大事だけどもこの業界で取り扱われていないことをもって、マイネルは運動改善問題への実践指向性の欠落みたいなことで、書いています。もう一回ですね、運動改善問題への
実践思考の欠落ということ、まあその逆を返せば大事なんだからこれを見過ごしちゃいけないんじゃないかという提案をしているわけです。はい、この辺のこう西洋におけるまたマイネル中心ですけどね、扱われ方、また我々の日常の中ではもうこうだというお話ですね。当然こんなことですから、ね、気配の科学的分析まあないですよね、うん、こう書きましたけど、科学分析対象外、気配の科学的分析なんてあるわけもないし、あるとするとせめて心理学で の統計処理ぐらいなものですよね、うん、ですからいわゆる科学性不在ということかといって、そうでない視点も不在ということ。じゃあ運動学として何が言えるんでしょうかという確認ですね、確認ですね。こんな双方の立場の中で、双方の立場の中で、例えばこのこれは気配を感じてるな、どう考えても、ね、動きの中で、またはスポーツ行為の中で気配を感じてるなと思われるプレーとして、例えばバスケットのノールックパスを見てないけど、見てないけどこうパス出す、まあオフェンシブに考えると非常に有利ですよね。いわゆる目の動きで読まれないということですから、相手のディフェンスをこうフェイクするには非常に有効なノールックパスとか、例えばサッカー同じようですね。サッカーでいう、こうキラーパス、本当欲しいところにね、ディフェンスの裏をかいた欲しいところの一歩先にくれるんだよな、だからストライカーをすぐ打てるんだよなっていう球質なんて言われますね。球質、キラーパスなんて、これもやっぱりあそこに、そういう場が生じるな、相手のウィークポイントが生じるなっていう気配体感能力の一つの表れとして球技の中ではよくよく現れてます、ありますよね。じゃあそれに際して今のそれを捉える態度、うん、視点は動体視力で見よう、ね、その能力パスが、能力パスを得意とするプレイヤー、またはキラーパスを得意とするスーパー、ね、パサーがどんな、鋭い目配りがあるのか、できるのかということで、目の能力としての動体視力を調べてみたり、またはきっと反応がいいんだ、状況判断が素晴らしいんだということで全身反応性を調べてみたりというような評価法のみで終始してますよね。だその意味でよく創造性のあるプレイヤーを育成するなんて言うじゃないですか、クリエイティブプレイヤーみたいな、まさにそういう人間が持つ体感能力ですけど、それを、ね、動体視力と全身反応で調べようって、これは無理な、土台無理な話ですよね。そんなんで出るわけがないわけじゃないですか、こんなのやる体感能力、運動学が言うところの体感能力、またその気配性、気配を感じ取る能力っていうのが、まあこのように扱われている、実践の中ではこのように今扱われています。その確認をこのボードではやりたかったところなんですね。理解いただけますかね。じゃあこれに引き続き一人の学者と、かつもうちょっと広い視点、運動学を超えた広い視点の話で、ここに補足をいたします。お待ちください。今回もコーチングアーツの動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。お話しさせていただいた内容が皆さんの金銭に触れるような内容でしたら、ぜひともチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。